はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、また甘いものをたくさんね、買ってまいりました。で、今回買ったのが、ロイズさんとルタオさん、北海道の有名なやつ、これまとめて買いました、今回は。なので、北海道スイーツ物産展を今日は開催してまいりたいと思います。これね、一個一個後で紹介しようかな。うん、後で紹介する。とりあえず、物並べます。はい、ってことで、今すべて並べ終わりました。いやね、あのね、乗り切らない。全然。これが5つ。なんか5つ。5つ。ケーキ5つ。と、これがロイズさんのね、有名な、あのチョコかかってるポテトチップスの味3種。で、あのね、ここに生チョコがいっぱいあるんですけど、全然ね、置く場所ないんで、これはちょこちょこつまみながら食べます。もう甘いもんしか今日はないけど、早速いただいちゃいます。いただきますと、普通にこれポテチじゃない。まずね、このロイズさんのポテトチップスっていうかチョコ分けのやつから、これがオリジナルで、マイルドビターのなんかあのホワイトみたいなやつの3種入ってるやつですね。まずこれがね、オリジナルですね。甘じょっぱうめ。次これ。次がね、これマイルドビター。あ。甘さ控えめ。うん。うまっ。で、これが最後。最後はね、フロマージュブランってやつですね。よっ。うまっ。これさ、こんだけチョコかかってんのにサクサク感がしっかり残ってるのってすごいね。めっちゃおいしい。うん、ちょっと3種合わせて。はあ。うん、もうちょっとね、顎痛い。そろそろこれケーキも、これがね、まあ、多分一番ノーマルのフロマージュドゥーブル、この白いやつから。よっ、フロマージュドゥーブル、こんな感じ。うん、マスカルポーネ入ってんのかな。ほんのりとした塩気と、これね、ふわふわの生地、めちゃめちゃ美味しいんだけど。よっ、うまい。次にこのピンクのやつ、これがね、北海道いちごのドゥーブルってやつみたいですね。ほい。あ、切れんね。ほい。よいしょ。お、下の生地もちょっと違う。これね、下の生地もちゃんとピンク。いちご。うん。うめ、これうめ。いちごの香りもしっかり入ってるし、これうまい。食べちゃう。そしたらそろそろこの生チョコ
え、あかんくない？全然あかないけど、これ。よいしょ。まずはね、こちらのマイルドミルク。多分これがノーマルのやつなのかな？わかんないですけど。よいしょ。あ、柔らか。めちゃめちゃしっとりしてる。いいよ。生チョコって美味しいんだ。なかなか普段食べないんですけど、たまに食うとめっちゃ美味しい。いいよ。ちょっとね、豪華に3段で。うん。口の中今全部チョコ。今口の中の甘さ支配率がすごい。ポテチのしょっぱいも感じなくなってきたぐらい甘さしかない口の中で。うん。うん。あのね、体がしょっぱいもん欲しすぎて、このね、油そば作ってきました、ブブカさんの。よいしょ。小休憩も挟んだし、戻ります。そしたら次行っちゃいましょうか。これ次はね、いちごマスカルポーネ。これもね、マスカルポーネ系のやつらしいです。よいしょ。あ、これ柔らか。これはね、させないわ。こうすくってこんな感じ。もうね、プルプルなのよ、生地がすごい柔らか。うん、溶ける。これすげえ。ね、ちょわってちょわって溶ける。うん。水分がね、足らない。今日もこちらさんで。飲み終わっちゃった。それにしても全然これが減らない。めちゃめちゃ入ってる一箱で。うん。オープニングではね、2箱出してたんですけど、お皿乗らなくて、これ1箱です。これ1箱でもこれね、その一味につき1袋 190g 入ってて、全部で 570g ぐらい入ってるらしいんですけど、普通のさ、ポテチとかのビッグサイズみたいなの確か130とかそんなもんだよね。そりゃ減らない、減らない。うんうん。だからこの3袋で、いわゆるポテチのビッグサイズで言ったら4袋分ぐらいってことでしょ。結構入ってんがね。お茶が欲しい。お茶が欲しい。そしたら次にこれ、スフレフロマージュってやつ。これは最初に食べたフロマージュ系のやつと同じような硬さ、硬さっていうか、そのもっちりとした感じですね。よっ。これはね、こんな感じ。よっよっよっ。ほい。うん、うんうんうん。フロマージュドゥーブル、味はね、もう似てるんだけど、食感は別物かな。向こうはふわふわした感じなんだけどね、こっちはなんかもっちりとした感じ。うん。これはね、水分がないけど飲めないや。これ無糖の紅茶とかと一緒に食べたらもうめっちゃ美味しいと思う。
顎がやばい。顎がやばい。うん、甘いもんって昔から好きなんですけど、やっぱ量がね食べられなくて不思議と。でもそのスイーツ好きな人ってさ、普段は小食とかでもそのケーキバイキングとかそういったところ行くと永遠と食べられる人いるじゃないですか。すげえなっていうか羨ましいなって思って、そう、好きだけど食べられないから羨ましいなって思うんですよね。UFO を作ってきました。よしよし。久々に食べたけど、UFO 麺変わった？なんか細くなってる気がするし、縮れも強くなってる気もするし、コシが強い。これもうまい。そしたらこれ最後、プティングアラモードってやつらしいでございます、でございます。はい。これ絶対柔らかいやつだ。あ、でも、ん？すげえ、もっちりしてる。なにこれ。あ、怖い怖い怖い。いや、あ、プティング。プティング。なんかね、中に入ってる。果肉みたいなのが。これ、いちごソースなのかな？それに、みかんなの？みたいな果肉が入っている。甘いけどね、めっちゃさっぱりしてる。あ、これめっちゃうまい。桃っぽい子がいる。フルーツ系って美味しいよね。いやでも見た目もさ、名前ももう完全にプリンを想像してたから、すごいいい意味で裏切られた感じ。うまい。うん、はい、ケーキは完食でございます。うん、おお、なかなか飲み込めなかった。やっぱモサモサするね。チョコ、よし、チョコ4連でございます。あとこの空いてない生チョコさんたちは嫁さんと一緒にね、家で楽しんでいきます。てことで本日もごちそうさまでした。はい、ってことでね、今この北海道のいいとこデザートすべてね食べ終わりました。各種ね、もうめちゃめちゃ美味しくて、まあ、ケーキもねこんだけ種類ありますけど、やっぱり全部持ち味とか風味も違いますし、このポテチの方もね3種類全部味風味違うので、どれも同じものがなくすべて楽しくいただくことができました。で、今日頼んだ商品なんですけど、このポテチの方は多分ずっとあると思うんですが、このケーキとか生チョコに関してはかなりね、期間限定なものも多くて、もしかしたら今日食べたメニューの中でないものもあるかと思うんですけれども、順次ね、多分新しいものもどんどん出てくるかと思いますので、ぜひね、気になったメニューがあったら皆さんも購入して試してみてください。はい、ってことで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。